本日のテーマは宇宙を即興 3D モデリング。いつもの宇宙大学とは少し趣向を変え、 3D アート制作の実況中継です。アーティストはテンプレートを使わず一から作品を生み出す天才的な技術が武器の妄想可視化トップランナー岡村ジュニアさん。聞き手は人工重力の第一人者として多方面から注目を集めている人類最後のフロンティア、大野拓也さんです。実は大野さんが何十年も頭の中でイメージしていたものを具体的に映像として可視化したのもジュニアさんだと伺っています。そしてここで一つお知らせがあります。7月5日、大野さんが鹿島建設の宇宙部門の代表として京都大学との共同研究を発表されました。その模様は関西テレビ、NHK、テレビ朝日などで放送されました。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。それでは宇宙を即興 3D モデリング、ジュニアさん、大野さん、お願いいたします。岡村です。早速ですけどね、宇宙にちなんで、何が何でも宇宙に関係のあるものを作らなきゃいけないということで、宇宙ステーションと宇宙船、ねをでっち上げる、そのどういうふうにやるのというのをですね、実況でお見せしたいと思うのですよ。で、使うソフトですけれども、皆さんもしかしたら、これまずですね、無料、個人なら無料で使えます。オートデスクのフュージョン360っていうソフトですね。いいですか？融合するのフュージョンですよ。フュージョン360。ね。というソフト。これは登録すれば無料で使えます。そんなに、ね、高いスペックじゃなくても動くいいソフトですね。それからの、流行りの 3D プリンター向けに最適化されています。もともとこの60万も70万もする CAD ソフトでインベンターというのがあるんですが、それをベースに開発されたコンシューマー向けのですね、3D 開発を視野に、3D プリンターでの出力を視野に入れた、コンシューマー寄りのソフトです。で、CAD とは言いますけど、CG ソフト、CG ソフト寄りでもあります。CAD っていうのは、ほら、設計とかね、なんか図面が関係しそうなものですよ。で、CG っていうのは、ほら、アニメーションとかね、宇宙船とか、そういう、なんていうか、空想画みたいな世界、こっち寄りの世界。で、これの間を取り持つという意味で、おそらくフュージョンっていう名前を付けてると思います。ちょっとですね、癖があるんですが、これが使いやすいですから、皆さんね、機会があったら触ってみてください。で、どんなものを作っていくかっていうとですね、こういう感じのもの、ね、作っていってみましょうと。で、これ、なんていうか、描画に、綺麗なね、レンダリングというんですが、綺麗なフィニッシュの図を、意図して作られたものではなくてですね、あくまで形の立ち上げなんですよね。いいですか？ CAD ですからね。正確な形を作り上げること、それから 3D プリンターみたいなもので物理的に出力できることに主眼を置いて作られてますから、あんまり気の利いた、ね、絵は作れないです。ただし、さっき申し上げたように、CG 寄りでもあるので、実験的にそっちの機能も強化されてます。ね、でいいとこ取りでを狙ったソフトだと思いますので、皆さんにもちょうどいいんじゃないでしょうか。あんまりキャドしてるとね、図面、あれどうやるのという、そういう話になるし、CG がもうあまりにも CG っぽいとですね、何のこっちゃ全然わからんって、こうなるんですが、その習慣ですからちょうどいいと思いますよ。はい。で、大野さんね、適当にツッコミ入れてくださいよ。今日はね、青い面白い、なんか変なシャツ着てますけどね、適当に。シャツはいい。それ何のシャツなの？何ですか、そのシャツはね。昔テニスウェアでディアドラテニスか、軟弱者。はいはい、じゃあそんな行きましょうね。ですね、じゃあこれね、ゼロから作ってみいってみましょうね。はい、ゼロから作ろうとするとね、なんかこういう画面ですよ。あ、ちなみにね、皆さん、これ作ってとかっていうのあったら言ってくださいね。もしかしたら作れるかも。じゃあね、さっきのね、これで簡単な方からいきますよね。よく見たら、これ円形。これ多分ね、すごい簡単にできます。ね。はい。
ズームのね、あの変なあの画面が下がってきてね、よく見えなくなっちゃうときあるんで、気をつけなきゃいけないですね、これね。画面が隠れますね。はい。ね、この広大な空間が広がってます。CAD ですからね、ベースが、あのこの図面っぽいわけです、こうやってね。はい、丸いのどうしようか。いくつか作り方ありますが、めちゃくちゃ簡単なやつからいきましょうか。作成、トーラス、これってみましょうか。ね。で、こう、この、いいですか？もう、あの、見た方が早いですね。ぐにっとこうやると。はい。はい、できた。ね。で、いやいや、これじゃあ困るよって話になると思うので、少しね、分割とかしていってみましょうね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいね。フォームを編集。なんで、フォームを編集とかね、ちょっと聞き慣れない言葉が出てくると思いますが、フォームっていうのはね、あれです。フォーミング。形成する、あの、形を作るって意味ですね。フォームっていうと何のことかなって思って、そこら辺ね、身構えちゃう人多いんですけど、それでね、いいですか。対称性を、まあ、対称をあのうまく使うっていうのがですね、よくあるんです。この対称をですね、まず決めます。ね。対象面を決めると。はい。この面とこの面。ね。これで、対象ですと。ここにね、画面があるんですよ。ここにね。で、これで OK。でね、そうすると何が起きるかっていうとですね、対象の位置にあるものを、グイーン、グイーンとこうなるわけですよ。ね。こんな宇宙ステーションがあったら崩壊するんじゃないかっていう気もするんですけど、このままいきますよ。それでね、そうするとほら反対側も選べる。このね、こういう機能をうまく使うのがあのポイントですね。こんな形している宇宙あのステーションがあったら一気に崩壊しますよね。でもこのままいきます。それでね、じゃあ例えばもうちょっとねエッジを効かせたいとかっていう時にはどうするかっていうとですね、ここでエッジを立てるというのがあるんですよ。簡単に言うとね、これね、ふにゃふにゃしちゃうのをエッジを効かせてですね、立てるっていう機能があります。まあ、それは後で皆さんね、適当にあの勉強するなり、復習するなりして、あのやってみてください。いや、無理無理無理。あ、無理。まあ、無理だよな、それは。だけどね、買って知ってる人がもしこの中にいれば、何こんな当たり前のこと言ってんだって話になるでしょうけど、いいですか？あの、全部分かった上で、なんていうか、初心者の方前提でやってみますよ。ね。でね、これで、はい、フォームを終了します。終了して、お前さ、こんなの、何これって話になるじゃないですか。ね。いいですか？なると思うんですよ、当然。ちょっと待ってくださいね。ところがね、これを強引に宇宙ステーションにしていきますよ、今から。いいですか？どうするかっていうとですね、複製しちゃいます。複製。ね。複製する場合にも何を複製しますか？面をなんですか？コンポーネント、部品なんですか？ボディなんですかで選べるようになってます。でね、ボディいきます。ボディね。この場合。今回はボディをいきます。で、これ、複製すると。いいですか？コピーを作成で。こういう感じ？ね。でね、これをね、ウィッとこう。ウィッとこう。ね。で、このなんか傾いてるから、こんな風にしてやると、いいですか？こう複製できるわけですよ。これがどうやって宇宙ステーションになるんじゃいっていう、あのね、やっててそういう気もちょっとしてきたんですけど、強引にやっていきます。いいですか？これをね、ちょっと待ってくださいね。強引にですね、このぐらいにしようかな。ああ、ちょっと待ってくださいね。まあいいや。はい。予定変更します。ここでね、ここまでで今5分ぐらいですか？ 7 分ぐらいですか？多分5分、7分ぐらいかな。10分以内に、宇宙ステーション本体の方を仕上げます。ね。はい。じゃあ、ここでどうするかって言ったらですね、今度そのテクスチャーを貼り付けましょう。世の中すべてテクスチャーです。CG の場合はですね。どうするかっていうとですね、ここでね、質感を設定するわけですよ。質感を。ね。でね。ここに質感、見えてますか画面ね。いろんな質感があるわけです、ここにね。何にしようかなと、プラスチックにしようかなと。で、これにしよう、白にしようかな。みたいなことを決めていってですね、この中からこの、選んでポンとこう配置する。いいですか？これでまずね、
ドラッグ&ドロップ、ドラッ、あの、ドラッ、ドラッグ&ドロップですね。おなじみの。で、ここでね、じゃあどうやってテクスチャーを貼り付けるかなんですが、この場合はですね、いろんな方法があるんですけど、デカールを貼るということをやります。ね、プラモデルですよ、ほとんどね。デカールを貼るというのをやりますと。それでね、どっかから持ってくると。ね、いいですか？ここにね、今日用意した画像があるから、ペタッと貼ってみましょう。ね。これにしようか。ね。でね、これをね、どこに貼りますかってこうなってですね、今デカールを選択しましたねと。で、どっか選択してくださいと。ここに貼ろうかなと。はい。こんな感じでね、貼っていくわけですよ。でね、この質感をですね、今度は、なんかカバーしきれてないじゃんっていう話になるんで、こうやってね、こんな風にしていきます。ね。で、これで、OK と。でね、こっちは別の、質感設定をしてみようかなと思うわけですよ。そうするとですね、ちょっと待ってくださいよ。デカール、デカールと。もう一回デカール。で、ここで、マイコンピューターで、また別の質感を貼っていってみましょうか、今度は。はい、ここは、今度はこっちはね、こんなものが貼られました。位置調整とかね、うるさいこと言い始めるとキリがないんでですね、適当にやってますよ。ね。で、これで、OK と。いいですか？これで、これとても、よく見たら宇宙ステーションに見えないですね。まあでも、こうやって作っていくわけですね。でね、これをですね、さらに、ですね、この後レンダリングっていう作業に進むんですが、レンダリングっていうのは要するにね、綺麗な絵にする、まあそういう感じだと思ってください。で、ここで、何でもいいんですけど、環境ライブラリー。まあね、宇宙がないんだよ、宇宙が。これ CAD ソフトだから宇宙がないけど、砂漠ぐらいにしておきましょうか。ね。砂漠に降り立った意味、得体の知れない宇宙船ということにしちゃいましょうか。今回はね。宇宙ステーションからいきなり宇宙船になっちゃいましたけど、こんなことをして作っていくという例なんですよ、これはね。はい。ここまでで10分、12、3分ですかね。どうですか ?18 分もう、やべえな。で、こんな風にして作っていくと。ではね、こっからちょっと気持ちを切り替えてですね、もう一個のお題である、あれやりましょう。乗り物の方やってみましょうか。ね。今のやつちょっとおさらいしますよ。いいですか？今のやつおさらいするとね、適当に形状、まあ、いろんなアプローチありますが、こんな風にして、こういうものを作って、まあ、別にね、対称性がどうのとか考えなければ、ここで、テクスチャーを貼ってもう終わりです。大体宇宙ステーションなんで簡単な形にできてるわけですよね。で、これを、こうやって作っていって、複製して二重にしたければ、複製して二重にすると、そんな感じで作っていくという感じですね。はい。で、今はね、もう一個の、宇宙船。ね。今、こっちの方を作ったわけですね。なんとなくわかるでしょ？ぐねぐねはしてないですけど、こっちの宇宙ステーションの方を作った。今からやるのはこっちの乗り物っぽいやつね。こっちを行きますよ。こいつはね、またちょっと違う作り方が必要なんですよ。どういうことかっていうとね、これまたいろんなアプローチの仕方がありますが、車に近い作り方でいきます。攻めてみます。いいですか？ね。とにかくね、こういうキュービックというかね、この、まあ、こういう立体的な形からだいたい進めていきます。どんな複雑な形でも、CAD だろうが CG だろうがね、スターウォーズだろうが、アニメ漫画だろうがね、必ずこういうプリミティブって言うんですけど、原始的な形からね、進めていきます。非常にね。で、じゃあどうするの？この線のね、数がポイントになります。3D の場合はね。で、こいつをね、増やしていきますよ。ね。増やすには、これをね、この場合は、ね、挿入するんですよ。で、とにかくね、面で構成されているので、線を増やしていかないと面ができませんよね。という感じで増やしていきます。で、両方にしてこんな風にする。それで、これでね、何ができるかっていうとね、あとはね、その、
いいですか。それでね、はい。でもうこれだとね、この方向には、分割ができましたから、なんとなくね、作りやすいっていうのはわかるんですが、よく考えたらね、幅方向が少ない。これじゃあね、真ん中が持ち上げられるぐらいのことしかできないので、やっぱりね、線をここで増します。エッジを挿入。ね、2個ぐらい、これでいいか。挿入位置。これをね、こう選べるわけですね。こう、エッジを切り立ってたければ、端っこの方にこう寄せるわけですよ。ね。あのね、こうやってね、実際の車も何もね、作っています。だからね、で、ツールはみんな同じものをどの会社も使っているので、同じようなテストのものができちゃうんですよ。これがね、皆さんがよく見ている、街中で見ている、ガバ口の釣り目のね、よく見る車、でも全部同じようだなっていう、背景です。同じツールを作って、同じ手法で作っていますね。だからまあまあ、それは置いといてね、今やってるのはですね、カーモデリングの手法を使っています。カーモデリング、さすがにね、これ対象なんで、対象というのをうまく使っていきますよ。ね。さっき言ったように、対象。これが1個目、2個目。はい、これで OK。とやるとね、真ん中が対象ですね、対象面ですね、というのを勝手に判断してくれます。でね、ここでね、持ち上げる。ね。いいですか？こっちか。こっちを持ち上げてみようかな。ちょっとロングノーズ風のね、いいですか？ね、自動車デザインを応用した形でいきますよ。なんでかっていうとね、ほら、これ自動車っぽいデザインでしょ。なんでかっていうと、宇宙エアカーみたいなことを想定してね、作ってるんですよ。こいつを今作ってますよ。こういうものをね。はい。でね、どうするかっていうとね、これまたね、宇宙で車いるのかって話になりますが、こうやってね、こんな感じ。これだけで車っぽい、ね。そうでしょ。でね、どんどん言ってね、そういうふうに。これでいいのかって話にね、ちょっとね、自分でやっててね、そういう思いに駆られますのね。でね、こんな風にして、ね、はいはいはい、わかりました。岡村さん、どうやってとんがらすんですかという話になると思うので、はい、わかりました。とんがらせないんですね、と。さっきのね、同じことやりましょう。ここ、エッジを入れましょう、エッジをね。エッジを入れるには、ふにゃふにゃするのが CG のこのね、有機的モデリングの特徴ですから、これをね、エッジを立てるにはですね、折り目っていう日本語にすると折り目になっちゃうのね、これね。まあいいや。エッジのことですね。エッジを効かせるってよく言いますよね。これ、エッジです。でね、この前の大野さんのあれにつながってるわけで、言葉の話にもつながってるわけで、これね。ちゃんとね。実験にしたら売れるかもしれない。ね、そうだよね。でね、これでこうやって、でね、いいですか？はい。でね、もう何、30分？25分ね。はい。でね、いやー、岡村さん分かりましたと。こんな風にしてぐにゅぐにゅやっていけばね、作れるし、左右対称でやればいいのねと。あ、じゃあね、質感どうするのって、これどこが窓なのか分かんないじゃないって話になりますね。ちょっと止めてみて、これ、ここまで来るのですごく簡単そうにやってますけども、ここまで来るのにかなりの経験とセンスがいるんですよね、実は。そうですね。うん、ね、いい、素晴らしいツッコミ。いいですか、何事も簡単にね、そんなできるもんじゃないです。で、苦労した分だけね、報われます。CG とか CAD はみんなそうです。どんな仕事でもそうですよね。で、私は別にね、スクールに行ったことはないです。全部独学です。でもやろうと思えばできるんですよ。まあ大体同じ作りをしてるんですよ、世の中のものなんてね。CAD だろうが何だろうが。大工さんだってみんな同じですよ。やっぱり対称性をうまく使うとかね、リズミカルに行くって、これにつきますね。リズミカルっていうのは、その対称性とかも含みます。さっきのね、はい、まあそれでね、何の話、ここを質感をつけてみましょうか。どこがあんたね、これ、窓なのって話になりますよね。はいはいはい、わかりましたと。とんでもない早押しになりますね、これね。レンダリング。はい。ここでね、はいはい、またおなじみの、やつやりますよ。ね。はい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 、わかりました。はい。選ぶの大変だからね、こうやってお気に入りっていうのはね、皆さんほら、お気に入りって作ってるんでしょ、あれです。やっとるわけですよ、これがね。でね、まず面全体に、どうしようかな。ペイントし、エナメルをやってみましょうか。でね、はい、面を選んで、今度はね、ガラス。ね、はい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 。はい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 、はい。こんな感じ。こんな感じ。ね。おー、なんか雰囲気出てきたねって話だよね。でね、これで今度はね、どうしようかな。ガラス質。本当はね、ここの、
いいですか、このエッジをもう一本足して、ここに、ね、3っていうかね、フレームを入れたい。しかし時間がもったいないので、今はね、質感を変えて、ごまかします。ね。どうするかっていうとね、ガラス、ガラス、ガラス。はい。ガラスで色濃度、まあ、色濃度、いや、滑らかいこうかな。これでね、色を変えてみましょう。色味を変えて、こいつをね、今度は真ん中に割り当ててみましょう。ね。割り当ててみるけど、うまくいかないかもしれないな。ね。ちょっと待ってね。これね、ちょっとバグってます。これ正直ね。結構、処理がですね、野心的なソフトなんでね、バグることがあるんですよ。そういう時はですね、よくあります。こっちでね、一回こっちに戻る。戻るとね、うまくいくことがある。これはね、なんでかって言ったら、皆さんよくご存知の通り、フェールセーフが働いてます。何事もね、再起動するとうまくいくとかって言いますよね。このデザインとかレンダリングとかアニメーションとか、この間はね、一回、プログラム的には再起動してます。なので、そこで一回戻ってきて、もう一回やるとうまくいくっていうのはよくあるんですよ。なんでね、うまくいかなかったら、まあ、それはその時にまた考えましょう。ね。面で、今度はね、あ、今度はうまくいったね。ただしね、さっき言ったように、このエッジ分けをうまくしてないので、面がね、とんでもない連続しちゃってるから、上も下も見えちゃって、あんた困るよと。女性だったら下から見えたら、スカート見えちゃうじゃないかな、中がね、とかって話になりますよ。で、誰も見てねえと思ってね、裸足状態になってね、暑いからって中で運転してる人がいたらね、まあ、上からも横からも丸見えになっちゃいます。そういう、自動車ではありますが、いいですか？こんな風になりますと。はい。でね、レンダリングからね、今度さっき言ったね、まあ、全く同じ、ですね、ステップを辿ってみますよ。何かっていうとね、レンダリングで環境、ね、いいですか？環境っていうのは、要するにね、エンバイロメントのことですよ。環境って言うと何かと思うじゃないですか。エンバイロメント、周囲にあるね、ものの、状況っていうか、まあ、ものことだと思ってください。これはね、我々ほら、世の中、一般的に暮らしていると、身の回りのものは何か表現すること特にないでしょ。なくても通じますよね。でも 3D の場合は、環境とかでエンバイロメントとかね、シーンとかね、シークエンスとかいろいろ言いますけど、そういうものがないと表現できないので、こういうものを、言葉を割り当てている。環境なんていうとね、日本語の語感から言うとちょっと違うような気もしますが、はい、今度これにします。ね、これで何が起きたかっていうと、周りを反射している。ね、反射がね、結構肝なんですよ。なんていうかというと、世の中で見ているものは、ね、全て反射です。我々の目で見ているものはね。光が周りの風景を反射しているわけですよ。ね、いいですか？で、こんな感じで作っていって、はい、出来上がりと、まあ、このまんま車じゃないかって、全くその通りなんですが、いいですか？わかりましたと。じゃあ、なんかくっつけましょうね、とかね、くっつけましょう。ね。なんか宇宙っぽいもの。ね。これをちょっとこんなものをくっつけてみようかな。これで、いいですか？これをね。はい。で、こうもう終了と。何やってんですかって話なんですが、これをね、ボディ、ね、ボディで、ですね、こうやるといいですか？なんとなくですよ。なんとなく中心軸ずれてますが、宇宙っぽいですよね。ね、なんとなくこの、何が宇宙っぽいかっていうとですね、こいつをですね、反重力なんとか装置みたいなものを想定して、ここにね、今中心がずれてたので、なんとなくその強引に位置合わせしてますね。これね、本当は細かくできるんです。時間がもったいないので、今はね、無視してね、非常に簡単な方法でやってます。だから前が見えないじゃないかっていう気もしますが、全くその通りですね。で、これをね、じゃあちょっと見えづらいから、これをね、扁平にしてみましょうか。ね。扁平にするとですね、ちょっと見えるようになるかなと。フォームを編集で、ぐにっとこう。ね。ぐにっと。で、こうやって、これで、終了すると、なんとなくほら、ね。はい。なんとなく反重力
宇宙船のようなビークル、まあの出来上がりですよ。でね、これを、いいですか、これをね、移動、ね、ボディと。ね、ボディして、ですね、こいつを、またね、コピー、ちょっとね、中式がずれてますけど、強引にコピーしていってみましょうね。はい、ちょっと誤動作も結構あります、正直ね。ボディを、これでですね、コピー。あー、とんでもないとこ行っちゃいましたけど、これ今ね、位置を修正しますよ。これで、こんな感じで、ですね、めんどくさいね。この辺のめんどくささはね、CAD 特有のものですね。あなたが動かそうとしてるのは、面じゃないですかとこう来るのが、実はね、CAD なんですよ。なんでかっていうとね、CAD の設計っていうのは、面をとにかく面で攻めていくので、デフォルトが面になってるんですよ。だから、何かにつけてね、面じゃないですかっていう、風にね、画面をね、誘導しようとします。まあ、しかし、それはそういうもんだと思って慣れてください。大体ね、癖が分かればどうということはないです。ね。で、こんな感じで作っていくと、いつの間にやら、できると。今ね、すでに32分。はい、あと3分でね、あと3分ぐらいいただきましょうかね。夏美さん、大丈夫ですかね？大丈夫ですよ。あ、大丈夫。夏美さんじゃねえじゃん、あんた。でね、これ、いくよ。いよいよ、岡村さん、これね、ちぐはぐじゃないですかと。いや、だから、それは、さっき言ったでしょうと。レンダリング設定の質感設定であなたね、この辺行くんですよと。もうこれだけでそれっぽいでしょ、これ。でね、はい、エナメル質をこの割りやすいんですよ、こうやってね。はいはいはい、わかりました、わかりました。はいはい、悪いございましたと。こう、まあ、こういう感じでね、行くとですね、だいたいこんな風に。ああ、まあ、ちょっと待ってくださいね。これ、前がメタリックに戻っちゃってますね。これもね、よくあるんですよ。なぜか。なぜか。いいですか？皆さん見てお分かりになる通り、よし、今度はうまくいったな。はい。このように質感設定を同じくすれば、面が連続して、あたかも連続しているように見える。はい。これでおしまい。で、これで、まあ、保存かけないでおこう。ね。いう感じで、まあ、保存かけとくか。いつもの通り保存をかけると。ね。そうするとね、本当はね、気の利いた CG だと、この、段階で、いいですか？この段階で、あんまり、この段階で背景に宇宙とかを選べます。ところが、これはね、CAD ソフトなんで、宇宙を背景に持ってくるということを想定していません。また、宇宙の場合、何が難しいかというとですね、光源がないですよ、光源が。あとね、映り込むものがない。そうするとね、何も形が見えない。こうなるんで、宇宙という環境は用意されていません。なので、どうするかっていうとですね、ちょっとノウハウなんですけど、ここにないな。どういうことをやるかっていうとですね、いいですか？まあ、ざくっと説明しましょう。ね。この後ろに、宇宙、板を置いて、そこにね、宇宙の図を投影するっていうことで逃げてます。これがね、さっき、募集ね、応募画面あったと思うんですけど、あそこで使った宇宙の背景の正体です。どうやって作るかっていうとね、これはね、こうやって作るんですよ。いいですか？ここはね、ちょっとCADっぽいです。ね、こうやってスケッチを終了。スケッチっていうのは要するにね、こういう図面のスケッチだと思ってください。図面にさっさっさっさと書くことをスケッチというふうに言ってると思ってください。ね。で、これからね、プレス&プルで厚みを持たせるっていう感じなんですよ。でね、ここでうまくやるとね、こいつを分割できたりできます。なんとなくね。それは、でもこれは今回分割されちゃうと困るので、分割はしないと。これね、おせっかいなことにあなたがやろうとしてるのは切り抜きですかって、これね、CAD でよく使う手法なんですよ。なんですが、そうじゃないですよ。新規ボディですというので、これで OK を。そうするとね、ここにね、板が1枚できてるわけですよ。それで、これを、今何の説明してるかっていうとですね、
宇宙の画面を強引に作るにはどうするんですかって話に対しての回答です。誰もそんな質問してないですけど、こんな風にね、ね、先回りしてね、ちゃんとね、考えてあるんですよ。こんな風にしてね、いいですか？こうやって、まあ、何事もね、できないことを強引にやるにはどうするか。知恵とトンチで乗り切ってます、大体ね。で、ほら。いやここでさ、すごいソフト使っちゃうという、そんなソフトないですからって話になっちゃうでしょ。無料って言ったじゃないですか。いやそう無料で完結しますよ、とにかくね。でね、これで、これをね、どうするかっていうとですね、拡大していくとですね、拡大できるかな、これ。拡大もしかするとできないかもしれないなと。なんとなくできないような気がしますね、これね。まあいいや。ちょっと拡大の仕方はね、どうするかっていうとね、実はスケッチ画面まで戻んなきゃいけないんだよな、多分。あ、いいですよ、これ、書き割りみたいで。あ、そうだね、うん。何が言いたかったかっていうと、繰り返しになりますが、これをね、うまい具合に拡大すると、ね、この車がはまって見える、背景にね、うん。で、背景に宇宙をさっきのデカールっていう、ね、機能を使うとですね、レンダリングの、いいですか？バンジーね、これなんだよ。デカールで宇宙を、持ってくるとですね、宇宙用意するの忘れちゃったんで適当に割り当てますよ。これ割り当ててみましょうか。ね。これが宇宙だと仮定してください。宇宙の星空だと。そうするとね、こんな風になるわけですよ。ね。で、こうすると、できますと。ああ！はい。ね。でこれをね、背景をね、黒、真っ黒にして、宇宙、こいつに光が当たらないようにして、余計な反射をしてくれないように、しないようにして、大きさも決めてやるとですね、あたかも宇宙空間にこの車が浮いているようなイメージになります。今ほとんどね、これ後ろデススター状態っていうかね、なんかそんな感じではありますけど、はい、こんな風にして作っていきますという、この一例ですね。いいですか？ポイントは、Fusion 360s というですね、個人ならば無料のソフトを使って完結しているという点です。で、それは 3D プリンターでね、作り出せることを想定してますので、書き出せることを想定してますので、気の利いたトリッキーな作業はあんまりできないですが、なんでかってそれ許しちゃうと 3D プリンターで出力できなくなっちゃうから。流通の効かないところもありますが、なんかね、軽い、CPU でも動くので、割と軽めに作ってあるので、皆さんにとってはおすすめですと。最初は面食らうかもしれないですけれども、いじってみてくださいねと。この紫がおすすめです。皆さんがいじるときにはね。正攻法でいくならば、このね、スケッチ画面というのから、どの面にスケッチするんですかっていうのから入っちゃってですね、CAD をやったことがない人からすると、ややこしくなるんですが、こいつからいけば、これは CG 寄りの機能なんで、このフォームっていうね、強引に作るフォームっていうこの機能からいけば、ね、こうやってね、グイーンとこういう感じでいけますから、頑張ってね、やってみてくださいと。最初はね、そうは言ったってね、迷うかもしれないですよ。だけど、まあ、悶絶してみてくださいと、そういう話ですね。はい。はい。じゃそんな感じで、一旦バトンをお返ししますよ。30分じゃそんなね、できるわけないな、そんなね。いくら私が天才でもですね、そんなできる。いやいや、でも工業デザインってこうやってできてるってことですよね。そう。基本的にはね、直感的なところから入ってるはずです。うん、ね。ちなみにね、皆さんが大好きな戦闘機、ね、トップガン。あそこに出てくる戦闘機もね、実はね、和紙とかそういうのから、実はね、デザインしてます。ね。はやぶさとかね、和紙とかそういうものをスケッチしているところから始まってるんです、実はね。実はね、マッハの世界では、空力とかあんまり関係なくなります。マッハ1に超えるあたりから強引にパワーで持っていくので、あとはね、レーダーにいくら映らないするかとかね、いう感じで、あんまりパワーは関係ないで、どんな形でも飛ぶんですよ。ラジコンでどんな形でも飛んでるの皆さん見たことあるんでしょ？あれに似てます。めっちゃくちゃな形にしてもね、パワーをかければ飛んじゃうんですよ。だからね、最初のデザインは、実はね、めちゃくちゃ適当でいいんです。和紙とか鷹とか、やっぱりね、そういうものを想起させるものをから絞り込んでいくと、最終的にそれが残るので、ほら、さっき F18 フォーネットにしろね、16か、18フォーネットにしろ、イーグルにしろね、すべて、
ね、ナイトホークとか言ってんじゃないですか。よだかですよ、ナイトホーク。F114?7? ね、ステルスのあのカクカクしたやつあるでしょ、ナイトホーク。あれマジでね、夜高、夜の高、夜高からね、多分始めたと思います。全部バレバレです、私の目にかかればね。はい、いう感じでね、結構直感的なんですよ。大野さんが今ね、いいネタを振ってくださったんで、いや、直感的その通りなんですよ、ということを、言ってます。工業デザインといえども、実はね、カクカクした設計図から始めてる人なんかいないと思いますよ。はい。はい、以上です。これ多分普段一人でいる時も喋りながらやってそうで怖いですよね。あ、そうそうそう、だから YouTube 流しっぱなしにしてるかね、自分も喋りながら言ってるかね、どっちかだね、大体ね。でもはいはい、わかりましたって言ってるのは、あれコンピューターと会話してそうです。そうそう、これもまた二人羽織みたいなもんで、一人ツッコミ漫才みたいになってるのこれ、だから一人二役ぐらいでやってると、はいはい、わかりましたって言うと、こうやってるとね、頭も冴えるし、マルチタスクになってくんだよ、これが、ね、不思議なことに。一人で黙々とやってるとね、これね、超々発信できないじゃないですか。そうすると眠くなってくんだよ。そうすると何が起きるかって言うとね、インプットアウトプットがないとね、人間寝るようにできている。まあ、生物寝るようにできてんだよね。だから強引にインプットとアウトプットをね、やってます。ソフトも進化していて、聞いてくれるわけでしょ。だから面ですか、線ですかって。あ、基本的にはね、コンピューターエイディッド、まあね、CAD、コンピューターエディットデザイン、デザインというのは設計ですよ。CAD というのはそういう意味ですから、コンピューターに支援された設計ということでですね、AI 的に支援はしてくれてますよ。大体ね、どういうマーケットを想定して、どの人種、ね、が、どの国の人間が、設計したソフトなのかを突き詰めていくと見えてくるんですよ。どの辺、どの程度おせっかいなことをやってくれそうか。皆さんが大好きな iPhone だってそうでしょ。Siri っていうのは何でしょう。私、Android だからよくわかんないけど、余計なことを、あんたやりたいのこれですかって言ってくれるでしょ。ああいう、あれのね、ああいう機能が仕込まれてると思ってください。それがね、CAD なり、この Fusion 360s では、面なんですよ。大体、面オリエンテッドで、ね、進めようとします。これがそもそもの間違い。ね、違うんだと。だからなんで面なんですかって言ったら、ほら、CAD、期限のソフトだからそうなっちゃうわけね。それはでも意識してればね、適宜そういうおせっかい機能を切りながら、自分の、ね、自分が主人として振る舞うように、もう、なんつうんですか、手なずけながら、主人がどっちかをね、思い知らせてやるぞと思いながらね、進めてやるとね、うまくいく。これはね、別にね、CAD だけじゃないです。私はね、普段、平日仕事でやってるウェブデザインとかね、ウェブデベロップメント、アプリの開発とかみんなそうです。ね。どっちが主人かを思い知らせてやるぐらいの気持ちでね、ソフトに教えてやる、お前の、気持ちなんか、思ってることなんか、お見通しなんだよ、こんちくしょうとかって思いながら進めていくと、眠くならないし、余計な機能は切った上で自分のペースで進められますよ。これはね、別にいいですか？ CAD とかだけの話じゃないです。ね。はい、OK ですか。さんってデザインだけじゃなくてアプリの設計もするんですか？そうですね。ああ、うまいしつこいですね。大野さん全部知ってる。プログラミングするってことですか？そう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 。ウェブデベロップメント。私にとっては、あれも同じなんですよ。情報デザインなんです。いいですか？いや、だからね、例えば、ここに、この車の中に、いいですか？これコックピット今回作ってないけど、コックピットを作り込んで、その画面の中に表示する、画面はどうやって作るんですか？それフォトショップなんですか？イラストレーターなんですか、アフターエフェクツなんですかとかね、そういう話になってくるでしょ。だけどね、よく考えたらあれウェブデザインなんだよ。皆さんよく気がついてる人もいると思うけど、最近のね、その画面インターフェースは全部ウェブデザインとほとんど変わらない。ボタンがあって、図があって動いてる、それだけでしょ。これね、取りも直さずウェブデザインなんですよ。だから、そこにね、ウェブデザイン的手法で、いいですか、イラストレーターとかフォトショップの、スタティックなイメージを張り込んでいくとそれしかできないじゃないですか。固定されちゃいますよね。そうじゃないんですよ。一歩進めるとね、ウェブデザインはウェブデベロップメントになっているわけです。Excel みたいな表をね、データベースを想起して作っておいて、それをここに読み込んできて、この大きさで表示させるみたいなことをやっていくとね、あら不思議、自動車メーターみたいなやつが自然にできちゃうんです。それを今度はね、この 3D にはめ込むという技が私の場合はできるわけですよ。だからシームレスにやってるからね。そうするとね、何ができるかっていうと、この世界観で作った
いいですか、このこんなものが飛び交っているような宇宙空間で使われるインターフェースは、しっくりくるものができちゃうわけですよ、ね、画面デザインが。それ違う人が、全然違う人が分業で作ったら、あれ何これって話になると思いますよ。だから私の強みはシームレスに 2D、3D、ねやってるから全部できます。あ、何言ってるかさっぱり分かんないけど、テキカのルナビークルのインターフェースとかができるってことですよね。そうです。動画でコックピットのね、そう動画ね、うん、別の人が別の作業でやるとちぐはぐなものができちゃうでしょ。なるほど。ただそれそうじゃないよって話になって打ち合わせやってね、そんなんで何十時間取られるんだってそういう話になるわけですよ、うん、で大野さんから受け負ったあの仕事っていうのは恐ろしく短時間で作ってるわけですよ。なぜあれかっていうと、私が全部作ったから全部いいですか、表面質感のこのあのね、こういうテクスチャーから、月面からね、ビークルっていうその電車みたいなやつからグラスからその中に浮かぶ家、海の雰囲気まで全部私が一人で作ってるから、誰とも打ち合わせしないで最短時間でできたわけですよ。ね。いやいや、すみません。何です。自慢したいわけじゃない。私が言いたかったのは。いや、そうそう。あのね、世界観をね、統一してもらったから。そう。あの、普通は分業でやるところを一人で全部やって、全部カバー してるから、全部できちゃいます。短時間でって、そういうことなんですか。それではですね、ディスカッションタイムでは、お顔出し必須でお願いします。そして、ご質問の前に、お名前と、あと会社名とか学校名。あと所属グループ名などがあったらおっしゃってから、できるだけ簡潔に、お願いします。ちょっとね、時間も時間ですので、ちょっと過ぎても大丈夫な方は残っていただけたらと思うんですが、簡潔に質問お願いします。はい、では挙手とか、ミュート解除でお願いします。ね、こんなこいつに質問したらまた食いつかれてやばいとか思わなくていいですからねこいつやばいな、触っちゃやばい人じゃないかな、また質問やめとこうとかね、そんなの一切ね考えなくていいですから、はい、ちなみにデザインをする方っていうのはいらっしゃるんですかね、こちらに。あ、そうですね、泉さんやばいよな、泉さんみたいな人がいるとすっかり忘れて舞い上がってあんなバカなと思ってらっしゃるけど、すごい、やっぱりね、泉さん大人だからね、絶対そういうことおっしゃらない、やっぱりね。さすがだわ。大丈夫、あの、私、すごい子供なんで、子供の間が大きくなっちゃってるんで、安心してください。あ、さあ、僕らも一緒ですね。5歳ぐらいのまんま大きくなってますね。あ、私、7歳くらいになって、ちょっと買ってるんです。じゃあ、田尻さん、お願いします。先ほど、皆さんこんばんは。先ほどおっしゃったフュージョン360っていうのは、コンシューマーだから PC とかで、そのフリーソフトを落として、まあ、いじってたら、ああいうのができるってことでいいんですよね。で、今、拝見させていただいた手順なんかで、まあ、いろいろ自分で作ってみたら、ああいうふうに、CAD とかじゃなくても作れるよってことですよね。そうです。あ、ありがとう。あのね、はい、どうぞどうぞ。はい、はい、はい。あ、いや、フュージョン360で合ってんのかなと思って、そこを、聞き逃したら別のになるかなと思って。そうですね。合ってますか？うん。あのね、合ってます。フュージョンね、360っていうのは、いやいや、選定する、まあ、どのソフトを使ってやったらいいかってね、実は選定の段階があったんですよ。でもね、どう考えてもこれが一番いいなと。軽いし、まあ、っていうか軽め。軽めです。軽めだし、個人なら無料だしね。一応、コンシューマー向けに開放してるから、それなりにね、考えられてるんですよ、インターフェースも。CAD してないんですよ。ね。直感的なんですよ、さっきの紫色のモードから入ればね。それからね、3D プリンターっていう、ほら、最終出力を想定してるので、やっぱりね、コンシューマーを巻き込んで、どういう仕様にするかっていうのを、本当だったら70万も80万もするようなセットを、オートデスク様がですね、開放してくださって、非常にね、その代わり、いろいろ不具合もあるかもしれないし、分かりにくいところもあるかもしれないから勘弁してねっていうスタンス。だからね、これはうまく使えば非常にいいですよ。だってうまくすればね、簡単なものを自分たちでね、3D プリンターで出力できますよ。そうするとまた違った世界が見えてくる。ほれ、これ、出力してみてねとかってね、見せると、いきなりね、世界が広がっていきます、多分、周りからね。
あ、すみません、長くなっちゃって、またね、どんどん質問してください。はい、どうぞ、他にもあったらどんどんいいですよ。はい、では村田さん、お願いします。すいません。さっきの標準36で、今ちょっとネットで調べたんですけど、いっぱい出てきたんですけども、個人用標準360でからダウンロードしたらいいってことでしょうか。それでいいです。結局ですね、オートデスクに、会員登録する必要があるんです。会員登録無料ですよ。何でも登録するわけでは始まらないですよね、今の中ね。で、無料で登録して、個人として、ダウンロードすればいいだけです。でね、使ってるとね、勝手にね、サブスクリプションがね、無料サブスクリプションが更新されていくんじゃないかな、確か。その辺はなんか、いろんなやり方がね、途中で変更になることもありますが、はい、それでね、じゃあ、有料版と何が違うのかっていうとね、2つあります。1つは、2つの形状を別々に作ってガチャンコすることができない。前はできたんですよ。実験段階 の, あのバージョンの時は。今できなくなってます。で普通はね、何かっていうと、さっきみたいに宇宙船と、いいですか、宇宙船と、乗り物を別々にデザインしてね、ガチャンコが理想じゃないですか。でも その機能が制限できなくなってるわけですよ。あるいは他のソフトで作ったものをインポートして、今あるシーンに入れ込める。形状に合体させる。これもできなくなってますね。それを使いたかったら有料版にしてください。有料版も大企業版とね、ちっちゃい企業版とか個人企業版みたいなので何種類もありますから、それはその段階で選べばいいです。でも、当面は個人版で十分です。はい。ちょっとそれについて、私の方からも補足をさせてもらいたいんですが、私の大学でも、大勢の学生さんたちが使っているソフトなんですね。ね、2つあるんです。Fusion 360というのは、割とメカニック的なものを作るのがとても得意なソフトですね。もう一つ、例えば動物とか人体とかから作っていこうというときは、Z ブラシというのがとても似合ってますね。ですから、柔らかいものから、粘土的なものから立ち上げていくんであれば、Z ブラシでイメージを作っていく。また、簡単に図面を描いて形にしとこうというのであれば、Fusion 360の方がいいと思いますが、どちらにしても使いやすいソフトで無料で基本は使えるので、これからちょっとそういうものを触ってみようかなっていう人には、どちらもおすすめですし、また先ほど話が出た、それを出力する 3D プリンターというのは、今も本当に2、3万円からゴロゴロあります。本当にいいものでも10万円までしないような形で、今手に入る時代ですから、イメージしたものをちょっと形にしてみたいなというようなトレーニングをしてみたい方は、ぜひちょっとやってみるといいかもと思いますし、そのやり方は YouTube でいっぱい出てますから、それ見るといろんなやり方があるので、決して迷うことはないかと思います。ちょっと今、打足ですが、入れてみました。岡村さん、ミュート、ミュート。しまった。Z ブラシは私も使ってますけど、基本的に有料ですよね。学生さんとかだと、例によって無料かもしれない。まあ、そういう場もあるかなと思いますけど、基本的にね、結構いいね。まあ、それでも、300ドルとかそんなものだったかな。Z ブラシはでもね、また、大変ですよ、これ。これね、まあまあ、やめとこう。いや、泉先生はね、よくご存知なんです。最初ね、起動、まあまあ、Z ブラシ、後で調べてみてくださいね。田尻さんとかね。でね、よかった。無料使用版があるんですかね、先生ね。もしかすると、出てるかもしれないです。教育関係者は何かにつけて無料になるかもしれないですし、あとね、Z ブラシのね、なんかすごく廉価版もあったな、そういえば。最近あったと思います。何がでもね、悶絶しますよ。はっきり言って。私ね、ちゃんとして、起動して、形を作れるようになるまで半年かかりました。資料もない時代でしたけど。何起きてるのかさっぱりわかんない。まあまあ、でもね、慣れるとね、これが面白い。ね。はい、すいません。まあまあまあ、私の話になっちゃった。はい。どうぞ。はい。あ、いや、いけないな。まあ、私の話じゃないです。質問コーナー。うん。あ、いいんですよ。もちろん、ジュニアさんお話しいただいて。Z ブラシはね、Z ブラシだけどね、3時間ぐらい面白い話できますけどね。
はい。はい。どうぞ。あの、昔、スケッチアップとか10年くらい前にあったんですけど。あのね、スケッチアップはね、Google が手放して、独立した別の会社が買い取ってですね、でも、Google との親和性を、ちゃんとね、確保しながら、別会社がやってますね。うん、なんか、テクニカルな質問が、でも、後藤さんは結構 3D、割とほら、好きだから知ってんじゃん。知ってます。ね、だから。しか使ってませんけど。だから、はい。ベンダーとフュージョンと、どちらがいいですかね。これからやるとしては。もう一回何？ベンダーと、ブレンダーは、どっちかっていうとね、かっちりしたモデリング、 3D モデリングだよね、うん、いや両方やっといた方がいい、結論から言うと。あ、それぞれにしかできないことがあるんですよ。あ、ですよね、やっぱり。ブレンダーはマヤとか、3DS Max とかそっち の、ソフト、ツールなんだよね、形状を正確に、うん、ただ 3D プリンターでの出力とかあんまり想定しなくてもいいから、画面に表示してかっこよければいい、そういう CG を作るのはブレンダーですよ。そういうの CG はできないんだよ、CAD は。CAD ベースの 60s は。絶対に矛盾がないように構成されていくから、面がね。あと、キャラクターも作る場合もそうですね。うん、それも前、ブレンダーだろうね。もしくは Z ブラシ。3D60s ではロボットはできます。ロボットみたいな機械的な、キャラクターはできるけど、例えば女性の髪がふわっとかね、無理、はっきり言って絶対無理。そんなもことのために作られたソフトではないから。まあ精度もその辺ひどいですよね。うん、だからね、まあ、いい使い方としてはとにかく 3D なり CAD の世界みたいなのに触れてみてね、その取っかかりとしては絶対ですよ。軽いし。ああ、確かに。ただだし、ね、直感的だし。ブレンダーやれてたら困るでしょ、結局。あんなバカリンチンのさ、インターフェース。ああ、で、何のこっちゃって話になります。一応こっち、フュージョンはそれがないから取っかかりがいいですよ。何事も出発点なり叩き台なり、取っかかりがないことには比較感も生まれないから進めようがない。じゃあその取っかかりどうします、どうしたらいいですかって言ったときには 360s はいいんじゃないですかね。フュージョン360はいいんじゃないですか。うん、あ、はい、そんな感じです。私はですね、古いですよ。 3D やりだしたのは3D は93年ぐらいですね。1993年。ブランクありますけど、シェイドっていうのがね、当時出て、これがすごかったんですよ、はい、国産のね。まあまあ、それ話し始めたんですけど、すごいんですよ、これ。スプラインモデリング、うん。で、その後、3D はね、離れて2000年代に入ってからウェブに集中して、で2006年ぐらいからまた3D やりだして、で2015年にまでは、まあ、ウェブだの動画編集だのそっち系をやってて、2015年にシェイドから今の主流のマヤとか 3DS Max とかフュージョンとかですね、 Z ブラシとかこっちの世界に乗り換えたんですね。だから今流の皆さんが目にしてる今風のソフトを触り始めたのは2015年です。だから、うん、そんな感じですね。長いけど、だからわざわざブランクなんだけれども、2DCG はやってたし、イラストレーターとか、フォトショップとかでね。CG に入る前に、イラストとか、そういうデザイン系の勉強っていうのは何かされてたんですか？やってないですよ。全部独学ですね。まあ、独学なりにはやっていたっていうこと？いや、勉強っていうか、ひたすら書いてはいましたけどね、うん、勝手に古典やったりとか。鉛筆うまいですよね、鉛筆が。ああ、そうですね。だから、美大に行ってくれと、高校の時のね、先生からは、うん、頼むから行ってくれって言われたんだけど、つって、そうも言ってないんですよ、私は、つって。CG 確認すると、やっぱり絵心がないと形にならないですよね、やっぱりね。そうですね、絵心があると強いですよ。やっぱりね、
絵心があるということは、あの絵が上手いということで描きたいものが大体定まってるってことなんですよ。それは虫であってもいいしね、花であってもいいし、心象風景でもあってもいいし、美少女でもいいし。とにかく僕なんてあの描きたいものはいっぱいあるのに、一向にうまくならないですけどね。いや、うまいじゃん。あの、またね、あ、うまいな、からね、呼び水やってんな、あのね。いやいやいや。大野さんは皆さんあれですよ。あの、漫画家をね、志した時代がある。うまいんだ、これが。結構。うまくない。全然うまくならない。うまいんだ、これが、ね、練習してないからね。うん、でもね、うまい。はっきり言ってね、上手。だからね、それがあの、その紙芝居的に自分のその手書きのイラストをあのなんかこういうふうにぶん回すんですよ。重力化、あの人工重力化っていうのを入れるから、ここまで来たね、多分ね。あの絵がなかったらね、難しかったと思うよ。とすっごい難しい式とかばっかり並んだって、誰も読まねえって、そんなの。もういいよって話になっちゃうところ、あれ何この絵とかって。しかも結構ユーモラスなんでね。で、プラモデルは作れるっていうか、うまいんだ、これが。俺がうまい、俺の方がうまいだろうと思って、大野さんの方がうまかったというオチがあるんですけど。プラモデル見せてもらったら。そんなに。いや、それで何が言いたいね。造形のね、プラモデルやってる人は造形力があるから、それはね、あの、描きたいものが私みたいにあって、いろいろね、何でもいいんです。私の目に入るものは何でもいいんです。あの、描きたいものとか、目にしたいものがあって、造形力もあったら、それは勝手に、あの、うまくなっちゃうっていうのが本当のところですね。特に私の場合は、本当は、そっちで集中した、注力したかったっていうか、あの、美大系でやりたかったけど、そうも言ってらんないです。その渇望だけが残っちゃった。絶望だけっていうか、渇望だけが。だから、人よりも、やりたいって、その、衝動が強いから、その、普段のね、片木の仕事の中で、時間作ってやってたわけですよ、工夫して。そしたら、めちゃくちゃ上手くなっちゃったって、そういう話です。すごい短時間でできるようになっちゃった。はい、すいません。はい、だから、はい、あの、で、あの、形にしたいもの、絵にしたいものがね、ある人は、だから、別に、強いわけですよ。衝動がある人は。それをね、やりたくもないものを無理やり教えたって誰もうまくないで、下手くそ、最後まで。だから、何でもいいですよ、対象はね。そう、僕もね、あの、ものづくりがそもそも好きなので、まあ、プラモデルを趣味にする、たまにするんですけど、すごい限られた時間で、ある程度の完成度を求めるんで、工程管理というかね、ものづくりのすごい練習になるんですよね。本当だよ。だから、うん、もう後戻りできないのよ、私のクライアントとの間でね。もっと難しいと思いますわ。もうこうじゃねえとかって言われないために、散々こうですか、ああですかってね、ちょぼ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 絞り込んでいって、うん、最後にドーってやるっていうスタイルですね。途中でバグる恐れもありますしね、髪の毛の恐れもありますしね。そうなんですよ。もうね、泉先生がよく存じのとおりで、これでいい、良かれと思ったシーンがね、他のシーンで使えないことなんですよ、そのやり方が、手法なり。全然使えない。その結果何ができるかっていうと、カットをつなぎ合わせた時に全然別の世界観の連続になっちゃって、一つの作品としてね、できないっていうことになるんで、まあ、途中で変更するとなるとね。だから、全体を俯瞰しながらの、さ、あの、トンチ、ね。一級さんだ。毎日が一級さん状態ですよ、だから。ほんと。だけどね、限られた時間だからこそ、いや、このやり方でいったら間に合わないから、成功法じゃない。これでいこう。こんな感じでね。進めていったらめちゃくちゃ速くなっちゃいました。思いもしないような方法を見つけちゃったよって話してね。はい。でもあのおっしゃる通りでね、あのものづくりをするっていうのはやっぱり工程管理なんですよね。すべてそれに始まってそれに終わるところなので、それであの昔はあのものを作るのに最初はまずちゃんとデッサンできなきゃダメだとかいろんなこと言われた時代があったんですけど、やっぱあのものづくりの発想を持ってればデッサンから入ろうが粘土から入ろうが何をやってても上手くなるやつが上手くなっていきます。そうですね。だからあの変にあの何かこだわる必要はなくて、自分のあのものづくりが好きだっていうことと、それであの何か一つ得意なものがあれば、それから入っていけば、最後に目指すところのレベルはそれぞれいいところまでいけると私は思ってるんで、あの、とにかく好きじゃなきゃダメっていうことと、ただその中でうまく工程管理していくと、やっぱりいい作品ができるなと思います。ちっちゃいね、そうですね。それもうちの学生のやつを見ててもそう思いますからね。そのあたりが難しいんですよね。難しい。本当に難しいです。あの娘のダンスの送り迎えをしていてね、待ち時間が2時間、3時間ってあるわけですよ。うん、その時間を何に使えるかと考えて、あの宇宙建築のスケッチを半年間あの貯めたら、
一冊のパンフレットになってここに至ってるというね。本当だよね。私も会社員時代っていうか、まあ、あの、あれですよ。あの、通勤しながらね、メモ帳に、あ、小野さん、こんなこと言ってたなとかね、あの、言いながらで、あの、思いながら、片っ端から書き留めて。で、車窓に映る、あ、何、あの形いいじゃんと、それも、その瞬間に閉じ入れると。何、この太平洋に出たらいいんじゃんって、この夕日の角度もらいとかね、全部メモ帳に書いておいて、あの、家で一気にね、形にする。そんな感じですね。まあ、ヒントはどこにも転がってるんですよ、本当に。退屈しないですよ、だから、そういう意味では。全部ヒントですよ、行き交う車の面の構成。あの、綺麗なお姉さんが歩いてきたらね、どんな風に綺麗に見せてるんだろう、あの。どういう配色になってるんだろう。どういうバランスだからか、あの、可愛く見えるんだろう。ね、違うんですね。違う。いや、あのね、目に入るもの全てが素材なんですよ、私にとっては。だから、あーとかって思ってると何のあれもないですよ。退屈でしょうがないあの時間帯になるのが、すべてがあの先生なんですよ。だから、あ、切符買わなきゃ、やべ、切符とかってね、朝行くじゃないですか。そうするとね、その切符を買うところのインターフェース、あの、券売機の。この順番であの、1、2、3、4って配置されてるから、わかりやすいじゃんとかね。こんな順番だからお前、俺電車乗り遅れちゃって結局遅刻しちゃったじゃねえかとかね。これ全部フィードバックできるわけですよ、ウェブの画面に。ね。いや、あれですよ。だから、朝そのボタンの配置が、券売機の配置がいい加減でよくわかんないから、間違えちゃったじゃねえか、この野郎で済んでるのが地上。ね。うん、それで済まないのが宇宙、うん。もし一瞬で何が起きてるかを、判断できるようなインターフェースでなければ戦闘機は墜落する、宇宙では空気がなくなる、ね、丸焦げになる、凍結する、まあそんな感じですよ。うん、だから、何ですか、あの、どんどん拡張していけば宇宙でのあるべきインターフェースというのは分かっちゃうわけですよ。いや、あの、画面デザインですよ。うん、あの、ボタンのあり方とかね。いや、あれですよ、だから。大野さんの、 あの交通機動システムはあの電車みたいなやつの2両編成のやつが突っ走ってたのあると思うんですけど、あれを考えたときに、これをあの、乗る人は宇宙服を着ている年代なのか、その、まあ、要するにね、自重化がまだ途上なのか、ひっくり返ってあの事故って空気が漏れる可能性にある時代の車両なのか、そうじゃないのかっていうことも一応ね、検討したわけですよ。もしそうであれば、宇宙服を着て、あの座れなきゃいけないからでっかくなるわけです、あのドアも中の椅子も、ね、でもし軌道を外れてずっこけちゃうような、まずそういう時代フェーズの、交通機関だとすれば、救助が来るまで3時間でも4時間でも待ってなきゃいけないじゃないですか。そうするとその車両の床下半分には空気と、いいですか、空気と生命維持のための、暖房装置の何ですか、発電機が別途積まれてる必要があるわけですよ。だから、乗るスペースは意外と狭くなっちゃう。とかね。なので、逆算していって、あの大きさにしてる。結構でかくなっちゃう。普通の人は絶対そこまで意識しないだろうし、どうでもいいことなんですけど、うん、一般の人が見たところよりも、一歩先を考える ところが、あの説得力を生んでるんですよね。そうですね。だから、そういう発想で作っていくと、説得力はさ、うん、出ちゃう、できるわけですよね。うん、あの改札とか見てるとね、まっすぐの改札だけじゃなくてね、あの、切符入れるところ、十何度ちょっと傾いてるやつとかあるんですよね。あるね。それはなんでだろうと考えて、入れやすいようになってたりね。そうそう。あと地下鉄へ至る階段って、あの、地下鉄へ至る通路あるじゃないですか。あれって子供の時見てたんですけど、あの、10センチ、15センチぐらい少しまず上がってるんですよね。なんで下に下がるのに一回上がってるんだろう。うん、よくね、雨が入ってこないようになんですよね。うん。っていうね、その不思議なデザインを一個一個観察していくと、やっぱりね、意味があって、そこまで考えてデザインすると、あの、知らなくても何か説得力がある。そう。いや、だから電車ついでに言うとですね、いや、すみません、私ばっかり。でも私の回だからいいよ、ね。いいですから、いいですよ。いや、あの、例えばね、環境に順応したっていうか、溶け込む電車のデザインっていうのが一時ね、後半、あの、考えられたことある。あの、簡単に言うと、透明感のあるですね、周りの風景が映り込んで、全然見えなくすれば、その存在さえ意識できないで溶け込むんじゃないかっていう話があったわけですよ。どこの国でもやってると思うんだけど、それはペケなんですよ。なぜならば、危ない。それではね。
例えばベビーカーを押してるあの、ね、お母さんがいたとして何を見なかったら怒っちゃうじゃないですか、下手するとそのなんていうか接触しますよね。それね、建築でも議論がいくかってね、昔あの病院の設計で柱の角が危ないからって言って全部 R にした病院があるんですよ、うんうん、そうしたら角がみんな気づかなくって激突しまくって逆に危なかったというねそうだよね、うん、だからちゃんと理由はあるんだよね。であるその辺をなんちゃってでやってるとね、大事故が起こったりするんです。あと怪我をする、デザイン優先、左右あのエレベーターホール降りて右に行っても左に行っても完全な対象の美しい世界にしたら毎回迷うわけだ。あの使いにくかったらダメだろうと、美しくて使いやすいのがベストですよ、ね。まあ、それは昆虫のデザインも魚デザインもみんなそうですよね。すごくよくできてる。